ているのか、姉と結婚を買い釣り気分になる、怪我したくないなら帰ってくれ。いつからか気づいてた、これは誰にも言えない、でも悪い奴らを倒すためだけなら、あいつもこいつも逃げられないと思って嫌がる、どうしよう、僕の力を解放しようかな、そしたら誰も抑えきれなくなってしまい、僕は特別な人間だとバレてしまう。